はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルーシーです。では、今回は This is the Police の171日目、続きをプレイしていきたいと思います。1月1日なんで、新年になりましたね。新年一発目のニュース、各新聞の見ていきましょうか。おむつが不妊の確率を80%増加させることが研究で判明って、どの時点のおむつの話なんだろうね。引退刑事、殺人事件の半分は迷宮入りと発言。誰のことだ？クリストワーサンドアイスアリーナでヒゲ自慢コンテストを開催。サンドはまだ健在してるのか。もうね、マフィアとは手を切りましたからね、完全に。まあ、サンドとの決着もね、シナリオ次第ではつけられるらしいんですが、ちょっと僕の今進めてる内容だと難しいかなっていう感じがします。友人が交差点で衝突事故でパニック。いや、これは申し訳ない。任務を優先してくれ。ゲイ、私のバンドが病気の子供たちのチャリティーコンサートを開くんです。休暇を取ってもいいですか？ゲイ、お前全然働かなすぎなんで、今回は申し訳ない。チャリティーコンサートじゃなくて、任務に全うしてくれ。もう残り10日間になってるんでね、お金稼ぎと任務の全う、これにもう全力を注ぎましょう。特にあと10万ドル足りていないっていう現実を、ちゃんとね、考えながらプレイしていかないと。あと10日間で10万ドル貯めるって結構大変ですからね。金にはもうストイックになりましょう。何？2人送ってもう送れなくなっちゃうのか、刑事が。まあしょうがないね。ここは2人刑事を送ってしっかり襲撃現場を確実なものにしておきましょう。シフト A チームの方なんですが、ご覧のように赤が、反ロジャー派、緑がロジャー派ですね。殺人未遂事件です。カーバー夫人がゴミを出しに外へ出ると、玄関先で無抵抗の男性を殴っている5人の男たちを目撃と、殺されてしまう。まあ、これはちょっとさすがにって感じでね。そしたら、とはいえ3人送りたくないから2人で行ってくれそうなところに行かないか。となると、赤2人を送ると残り赤2人残っちゃうんで、緑3人を送るしかないね、下から。いや、この3人とも能力以下っていうね、150以下っていう、この3人を使わしましょう。で、警察署の方はというと、リクルートができるね。シフト A、B で言うと、どっちの方が人が少ないんだろう。今だと、シフト A でしょ？シフト B でしょ？シフト A の方が、刑事は B の方が圧倒的に多くて、警官の数は同じだな。となると B に追加したいね。目先の B。んで、視聴者の方は、まあ、要求が通るかは別にして、要求だけはしておこう。動物虐待事件です。甲高い声の女性から通報。キリンをレイプしようとしているらしい。まあ、ありえないね。これは無視だな。で、アイスアリーナホテルでの虐殺事件。こっちの方がやばそうですね。ホテルのフロントデスクで働くコンシェルジュが8人の怪しい男たちがホテルに入ってくると無言のままエレベーターに向かう様子を見た。男らはコートの下に武器のようなものを隠し持ったように見え、コンシェルジュは恐怖を覚えた。10分後、4階のフロアから何度も銃声と叫び声が聞こえてきた。高級ホテルだとね、エレベーター乗るときにもどこに向かいますかみたいなのあったりしますよね。あとそもそも最近だと、カードを持ってないと入れないとかありますもんね。まあ、スワットチームに護送車も出しますか。その自分の宿泊してる階以外には行けないっていうね。あと屋上にあるルーフトップバーとかに行こうとしても、予約があるかどうかとか聞かれたりして、予約書をその場で見せられなきゃいけなかったりとかね、予約の証書を見せろみたいな感じになったりしますからね。なかなか難しいんですけど、まあこのフリーバーグの年代が不明ですけど、まあ近代というか直近ではなさそうですもんね、年代的に。車椅子に乗った男が火炎瓶の入った箱を抱え、弁護人の家に放火しようとしている。これは2人で行ってくれる？行かないか。となると確実にフィッシュバーグを送っておいた方がいいね。
逃げられて上に市民に死亡者が出てる。もうちょっと人数かけてもディクソン送ってもよかったな。ディクソン一人余らせてもっていうのありましたしね。期日に給料が支払われなかった湾口労働者たちが抗議しながら本部を襲撃。金庫の金を奪おうとした警備員も一歩も譲らず大規模な争いに発展してしまったと。言っても今2人しかいないんで、警官が戻ってくるのを待ちましょう。で、その間に、ラリー・クック、彼の証言を見ておきます。数ヶ月前のことでした。ジュビンのオフィスの窓を洗う予定を聞かされていなかったこと、いなかったとかで市長が憤慨。すごい怒りようで、危うくうちの会社の営業許可まで剥奪されるところでした。それで私が自ら市長社に出向き、謝罪をしたんです。管理人のアンジェラという親切な女性が冗談交じりに言っていたんですが、何でもうちの清掃人たちを見てビビりまくった市長は、両隣のオフィスを使って仕事をするようになったって。これじゃ仮に本当に市長を暗殺しようにも、清掃人が何人も必要ですね。いや、これどういうこと？両隣のオフィスを使って仕事する。両隣のオフィスってどういうことだろう？オフィスっていうのを、視聴者のビル自体をオフィスって言ってるのか、それとも自分の執務室をオフィスって言ってる可能性もあるんで、なんとも言えないな。ちょっともう一度ラリー・クックの言うことを見る？両隣のオフィスを使って仕事をする。これじゃ仮に本当に市長を暗殺しようにも、清掃人が何人も必要。まあでもこれでいい気はすんだけどな、配置はね。湾口での喧嘩騒ぎの方は、人がようやく遅れるようになったね。これでディクソン、バンダール、ボンズ、さらにハンキーも送っとくよ、どうせ。二人じゃ言ってくれない事件が多くなってきてるしね。確実性を期しましょう。ゲット地区での殺人未遂で役立たずの弁護士め、俺の金を全部巻き上げたくせに、結局、敗訴してしまった。俺は、高度障害給付金がもらえないまま死ぬのかと、男はライターをつけながら激怒。なるほど。弁護士の家族を避難させるか、見物人を退散させるか、火の近くで暖を取らせてもらうか。まあ、取らせてもらいたいよな。1月1日寒いもんね。まずは、弁護人の家族を退避させよう。で、障害を持つ男は火炎瓶に火をつけて投げた。医学射撃をする障害を持つ男を撃つ火炎瓶を撃とう。やるね。射撃のテクニック。フィッシュバックかな？やってくれましたね。武器を用いた暴行事件の方は人が間に合うかな。ちょっと間に合わなそうだけど。間に合わなかったか。ちょっと事件の中身だけでも見たかったんだけど。死亡者が出てる。不審人物です。奇妙な髪型をした男に追いかけられた若い女性から通報があった。家までずっと後をつけられたの。走って何とか逃げ切ることができた。まあ、ゲイとフラワーズ行ってもらう？ファーガス・ステラリー、スラッテリーかな。知っての通り、今日は消防士対警官のラグビーマッチ。だが、最近火事の通報があって、その時に困った事態になった。消防士たちが市民を救出している最中に火のついた屋根が警官の上に落ちてきた。署でも、特にラグビーが上手い者たちがその時に命を落としたんだ。だから今日の試合は勝ち目がない。唯一方法があるとすれば、そちらのプレイヤー4人に警察チームに入ってもらうことだ。残念ながら警察の予算の余裕はない。だが、試合の後に酒を奢ってやろう。勝ち現場で死んだ職員たちのために乾杯しようじゃないかと。いやー、なんかいい話のような気もするけど、そもそも今いないんだわ。20秒以内に戻ってこれるとも思えないしな。戻ってこれる？これは却下しよう。いや、バーディーに行ってもらう？ちょっと色が違うっていうのが気になるけど。ここは協力して、しっかり。これで4人揃った。よし、ラグビーチームに派遣だ。時間も時間だし、大丈夫だろう。と思ったら武装強盗がこんな時に起きてるし。マジか。さらに大規模な喧嘩詐欺、チャイナタウンの学生寮。とても裁けないな。あと12秒。戻ってこれる？二人は戻ってこれるね。まず武装強盗の方から見ておきますか。
マスクをして完全武装した6人の男たちが宝石店に強盗に入ったと、紳士やイエーガーから通報。奴らは恐ろしい銃で発砲しまくっている。至る所から煙が上がっているわ。悲惨な光景。でもおかしいのは、カメラを持った人たちがたくさんいるの。指示を出しているか。ヒゲの男もいるわ。一体何が起きているの。これはね、映画の撮影です。間違いない。チャイナタウンの学生寮。喧嘩詐欺。こっちの方見ましょう。アルガズール・スティルコフという学生は、今夜ある面白いプランを実行した。今夜ある面白いプランですね。恋人の住む寮の窓の下に座って、セレンディーナを奏で、この前の喧嘩の埋め合わせをしたんだ。騒音で目が覚めてしまった近隣の住民たちの一人は彼に靴を投げつけた。しかし、その一方で、このロマンチックな行動を後押しする住民たちもいた。真っ二つに分かれた住民たちはお互いを罵り合い、ついには通りに出て流血を伴う騒ぎに発展。警察に通報が入った時にはすでに25人ほどが乱闘。すごい騒ぎになってるな。じゃあ、ここはゲイにフラワーズ、さらに護送車を出して、頼むから二人で行ってくれ。行かないと。まあそうだよね。そんな気はしたよ。まず暴行事件の方は、新しい写真が手に入ってるね。ちょっとこれは後で。いや、今捜査をしよう。後回しにはしない。これは、どういう状況だったかっていう、これ何持ってる？手に。なんか手に血のついたの。おお、いきなり行ったね。これはあれですよね。なんかナックルに、さらに、顔を傷つけられたりとかいろいろした人たちですよね。で、大規模な喧嘩騒ぎの方は犯人を逮捕してるね。で、問題はこっちだな。どうする？ビーチに2人。妻を寝取った男を探している。こっちで行こう。もう一個の向きになるけど、とりあえずこっちだな。ベーカリーの方はどうなってるかというと、妻が出て行って以来、休憩も取らずに、2シフト連続で働くようになったなと、これベーカリーに、その気もするな。ベーカリーに派遣した方が良かった。今更だけど。まあいいや。薬物所持の方は写真が見つかってないね。で、レイプの方は？お、写真が見つかってる。どうだしよう。さて、ネルソンです。被害者。どんな可愛い子なのかな。パーティーは割と静かでした。一緒に行ったエミリーと踊っていたら、ジョン・ジマーマンという子が来て、飲み物を持ってきてくれると言いました。私はお酒は苦手だけど、ジョンがあまり優しいので持ってきてくれたコップからちょっとだけ飲みました。その後、ジョンと踊っていると、エミリーが友情を記念して乾杯しようというので、あと一杯飲みました。エミリーは自分のコップから少しお酒を分けてくれました。すると、ジョンがどこか静かな場所に移動しようと言ってきて、私の手を引っ張って裏の部屋に連れて行ったんです。そこからの記憶は曖昧。目が覚めると、裸同然の格好で足の間に血がついているのが見えました。私、処女だったんです。いや、これはひどいな。やっぱね、同意の関係じゃないとね、気持ちよくないんですよね。何言ってんだ？花はパーティーが大好きなの。彼女のノリの良さって最高よ。花って誰のこと？花って、ネルソンのことね。あの子、お酒なら何でも飲むのよ。そうなの？スローな曲が変わった時、あのジョン・ジマーマンってやつがお酒を持ってきて花にまとわりつき始めた。しばらくお酒を飲んだりして楽しんだ後、あの子、彼に導かれるままに裏の部屋に入っていったの。かなり長い時間戻ってこなかったから心配になって花を探しに行った。まずジマーマンを見つけたわ。急いでズボンのボタンをはめていた。何か悪いことが起こったかのように緊張感が漂っていたわ。そして別の部屋で裸同然の花を見つけた。うつろな目をしていた。その時確認したの。ジマーマンが花に薬を飲ませてレイプしたんだってね。どうなんだろう。ネルソンの話だとあんまり酒は飲まないと言ってるけど、カーの話だと花はお酒なら何でも飲むって言ってるし、何とも言えないね。ジョン・ジマーマン、パーティーになると、こいつだってレイパーでしょ？ああ、確かに花のことは好きだ。パーティーでも一緒に楽しんだ。ダンスをして酒を飲んで、ちょっと裏に行ってイチャついたのさ、それだけさ、キスしかしてない。あのエミリーとかいうイカれた友達がベッドルームに飛び込んできて俺のことを追い出したんだ。あいつずっと俺のことを追っかけ回してたから、俺が花が好きなことを気に食わなかったんだろう。帰ろうとした時、花が頭がクラクラと言っていた。目を開けていられないと、なんとか言っていたと。被害者の体を調べた限り、無理やり精巧された痕跡はありますが、精液や唾液といった他人の体液は検出されませんでした。ただ少量の精子ゼリーが検出されており、おそらくコンドームが使用されたものと推測できます。へえ。
被害者の血液中から検出されたアルコール成分は少量でしたが、その代わりに大量のロヒプノールが検出されました。睡眠薬として使われる薬で、おそらく被害者の飲み物に混入されたものと思われ、完全に意識のない状態で被害を受けられたと考えられる、うん、ベッドの少量の血液、ベッドの横には女性用の制汗スプレーとハサミ、マフラー、開封されたコンドームの袋が置いてあった。なるほど、分かったぞ。ってことは写真を1枚ずつ確認していきましょう。うん。で、これがその女だね、裸同然の。で、これは何かというと、キスをしている、イチャついてるんだろう。イチャついてるってことは、この緑のジャンパーを着てるのがジマーマンだな。これ女を寝かせて、これ何してんの、二人で行こうよみたいな感じになったと。酒を飲ませて、ズボンのチャックを開けて、女の服を脱がせて、どうだいみたいな感じなわけだな。で、酒を飲んだと。なるほど。ってことは、まず順番でいくと、よう、一緒に飲まないかみたいな感じになったわけでしょ。で、いいよみたいになるわけだ。で、酒を飲ませて、ここまでの流れはいいよね。じゃあ、ちょっと一緒に行かないみたいになって、部屋で軽くイチャつき、意識を失ったのを見計らっては、ズボンのチャックを下ろしことに及んだ。どう？写真が足りないよね。完全に意識を失ったっていうところまでのつながりがちょっと薄いですもんね。ちょっと写真がもうちょっと集まるのを待ちましょう。喧嘩騒ぎの方は、死亡者が出ている。今日も3件で死亡事故になったな。お、酒を飲んだな、3人とも。めちゃくちゃ酔っ払った感があるね。さあ、署員がみんな帰ってきて、事件が最後に1件残ってるんでね、ここが解決すれば帰れます。暴行事件ですね。お、犯人を捕まえたか。よしよし。よくやってくれたね。じゃあこれで勤務を終了していきましょう。レイプ事件の方はね、しっかり捜査をやっていきましょう。はい、というわけで171日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回は172日目、1月2日。引き続きプレイの方をしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。